今日のテーマの戻ります。今日はね、ソルトのベイトリールの話。今年に入ってからね、ツイッターの質問箱への質問で、一番多いのが、ベイトリールについての質問がね、圧倒的だった。うん、で、どんな質問が多いかっつったらね、まあ、何号を何メートル巻くのが適切でしょうかっていう質問がね、圧倒的に多いんですよ。何号を何メートル巻けばいいのか。ねえ、スピニングの場合はあんまり気にしたことないよね、みんなね。うん。まあ、2000番リールに、0.4 号をね、150メーター巻き買ってきて、そのまま全巻きしたりね。2500番に200メーター全巻きしたりね。うん。で、ちょびちょび使いたい人はね、下巻き入れて、先糸だけを、150メーター巻きを半分に切って、75メーターずつ使う人とかね。いろいろあるじゃない。うん。そういうのとちょっと観点が違うんだよね。だからそこら辺がどうしてもその、基準っていうか概念みたいなものが全くわからないよね、初めての人は。これね、初めての人が知識がないのをね、馬鹿にしたり責めたりしちゃ絶対ダメですよ。皆さん。たまにいるからね、見てたら。初めてだから知らないのは当たり前だからね。でも、周りに教えてくれる人が、ほぼほぼいないよね。うん。そもそも、ソルトのライトゲームでベイトをやってた人なんてもう1割もいないわけなんで、もともとが。だから、なかなかその、アドバイスをしてくれる友達が周りにも少ないっていうのが非常に、なんだろうな、ネックになってる気がしますね。うん。じゃあ、かといって、製品まで売ってる僕たちに聞こうと思っても、そうそうチャンスがないし、質問箱でね、文字だけで答えててもね、すごく限界があるんだよね。まあ、そんなことで、今日はちょっとね、今日僕、剣崎釣り行く予定だったの。もう久しぶりに。もうどれくらい久しぶりなんだろうね。ブリーデン時代から、が最後だからね。ブリーデンさんから離れてもう3年以上、3年半ぐらい経つから。4年、5年。5年とか7年とか、多分、剣崎行けてないんだよね。もう食べ、まずね、剣崎釣りたいより僕食べたいの方が先でさ、今年剣崎もう絶対行くぞーって決めて、スタッフたちに船の段取り頼んでたんだけど、今日で3回目を流れ。もう全部雨とか風とかで、ね、今日は、幸いのことにその、行こうと思ってたところは晴れだったんだけど、風が8メーター吹くから、つってダメになっちゃったんで、急遽。そのベイトの話をしようかと。基礎的なこととか根本的なことをね、意外に分かってるようで分かってない人も多いかもしれない。で、ソルトのベイトリールとなると、まあ僕のこのチャンネルをね、見に来てくださる方たちは、おおむねライトゲーマーでしょ。ね。だから、ジギング用のリールとかさ、そんなんじゃないよね。おかっぱりで、ライトゲームを楽しむ上において、そのベイトタックのベイトリールをどう考えればいいのっていう方の方が多いと思うんです。で、アーカイブでね、見に来てくださる方たちも、ほぼほぼそういう方たちですので、それに乗っ取った形でね、ちょっと説明していきましょう。はい。で、この話をするにあたって、一番ね、多分分かりにくいのがね、フィネスという概念ですよ。フィネス。バスや、もうやってない、ベイトを使ったことない人たちに、フィネスって何ぞやって、それ一体何やねんって話だよね。うん。まあ、標準よりも、軽いとか細いとかちっちゃいとか、まあそういうイメージ捉えてもらったらいいんです。だから、リールでフィネス。ベイトリールでフィネスのことを、ベイトフィネスっていうわけですよ。ね。で、じゃあノーマルキとどれぐらい違うかって言えばね、このあたりがノーマルキなんだよな。うん。これが、前の方とか、二世代前ぐらいのね、ジリオン。うん。で、これが、まあ、よく聞く名前だと思うけど、スティーズのノーマルキ。これも二世代ぐらい前のやつね。
うん、僕なんかボートで旗釣り行くときとかね、磯からちょっと大きな魚釣ろうかなと思うときは、よくこのリールを持って行ってましたけど、これがフィネス機になるとこれがちっちゃくなるわけよ。うん。いろんな意味でちっちゃくなっちゃう。ね。これね、まずちゃんと注目してほしいのが、スプールの糸を巻いてるところ、スプールの幅が全然違うでしょ。ね。ここが特徴なわけですよ。表から見ただけでもこんだけスプール幅が違うわけですけど、これね、外してみるとよくわかる。この、じゃあ、スティーズでやってみましょうね。スティーズで、こっちアルファス。アルファスエア。こっちがスティーズのノーマル。これでちょっと比べてみますね。この辺のね、基礎的なことが、1台しか持ってないとね、わかんないね。スピニングだと簡単でしょ ?1000 番、1500番、2000番、2500番、3000番、4000番、5000番、すぐあーってこうイメージ湧くよね。でもベイトリールはそもそも持ってないからよくわかんないと。ね、あげくにスピニングのように1000番、2000番っていうふうにわかりやすくなってないよね。だから何がどう違うかわかんないんだよね。これがノーマル機。ね。平均的なベイトリールの、平均的なサイズの、ね、ノーマルスティーズ。だから、ブラックバスなんか釣るときに、最もよく使われる番手のリールの、スプールです。で、こっちが、僕や地球さんがね、一番よく使ってる、アルファスエアと呼ばれる、いわゆるフィネス機のスプールで。こんなに違うよね、幅が。で、一番重要なのはここよ。これ。これがね、スピニングで、リールでいうところで、こっちが1000番だとするなら、こっちが3000番なんだよね。うん。そんぐらい違うよね。はい。そもそも、直径が違うよ、と。34。3センチ。4ミリ。34ミリ、直径が。で、こっちが、28、ね。だいぶちっちゃいの。で、おまけに、幅が狭い。ね。幅が狭い。うん。これぐらいスプールがね、違うということをね、まず覚えておいてほしいんです。で、ここに、これはフィネス機じゃないんだけど、スティーズ CT というね、同じスティーズでも、ちっこいスティーズなんです。コンパクトなスティーズがね、3年前だったな。出たの。で、スティーズ CT って何ぞやって言われると、このでっ、普通の大きさのスティーズよりも小さく作って、まあ、フィネスまでいかないけど、ちょっとコンパクトなスティーズだよってのは こっち。スティーズ CT。ちょっとちっちゃいの。で、これじゃわかんないね。うん。これね、僕の今のね、トークだけじゃ足りないからね、絶対。本気で導入を考えてる、もしくは今持ってるんだけど意味がよくわからないという人は、絶対にメーカーさんのホームページに行って自分が持ってる機種とそうじゃないものを比べて。はい、これが、多分、今ね、僕たちがやってる釣りを見て、ああ、やってみようかと思ってね、サビオ、サビア、セーラーを買われて、で、なんかアルファスエアとかいうのがいいらしいから、それでやってみようかと思われた方が一番持ってるアルファスエアのスプールです。で、こっちが、そういえばレオンさん時々スティーズ CT とかいうのよう使ってるよねっていうの。こっちがスティーズ CT。こんだけ違うんだよ。ね。スティーズ CT、アルファスエア、30ミリ、28ミリ。うん。ちなみに、ベイトリールって34ミリとか36ミリっていうのが標準だから。ね。うん。だ32でもちっちゃいの。ところが30だとかね、スティーズ CT。で、アルファスエアとか、月下美人なんていうのはもう28ミリって、もう直径自体がちっちゃいわけよ。これが一つ。
もう一つ見てもらいたいのは、溝が深いんだよね。こっちのアルファスヤは、これ今ね、日頃、メバルから加速から何から小物何でも釣ってやろうとして、アルファスエアーの方のスプールなんだけど、これは 0.8 号を、0.8 号を70メーター入れてこの状態なんです。ここのエッジと巻いてやる糸の高さ見て。0.8 号をね、70メーターか80メーター巻くとこの傘なんだよね。うん。ところが、こっちのスティーズ CT のこのスプール。で、これ、本来は今晩、イカ釣りで使ってるはず。こっちは 0.6 号で細いんだけど、これね、200メーター巻いてんだよ。でもこんなに違うのよ。こんなに違うの。わかる？つまりね、フィネス機っていうのは、スプールのね、溝が薄いんだよ。これもフィネススプールなんだよ。あんまたくさん巻けないんだよ。巻き代がないってこと。ね。フィネス機ではないスプールは、これ糸巻いちゃってるからわかんないけど、わかるでしょ？比べたら。もう全然。糸巻いてる方が細いよね、中の軸が。200メーター巻いてるということは、ここの糸を巻く部分の直径が、細いんだよ、本来。たくさん巻けるようになってるんだよ。ところが、フィネススプールってのはたくさん巻けないわけですよ。浅溝なの。浅溝、深溝は、スピニングリールでも一緒だから意味わかるでしょ？ね。うん。で、形が違うからピンとこないかもしれないけど、ベイトの場合は、の浅溝はこういうこと。ここ。ね。深溝はこれが細くなっていくわけ。スピニングで言うとこうなってるわけだけど、スプールは。スピニングはこういうスプールだからね。で、細いのとここは太いのとあるでしょ。うん。でも浅溝っていうのは太いでしょ、スプールが。で、細い糸が、100メーター巻けばちょうどいいですよ、ぐらい作ったりよね。ところがこれが細いと、03、05を巻こうと思ったら300メーターぐらい巻かないといっぱい残ないから下巻きがいるいるつってみんな言うわけよね。だから同じように、ベイトもちゃんと細溝になってるって。ね。ここをね、ちゃんと、まず、本当に基礎的なことだから理解して、うん。はい。そこを理解した上でないと、まず、何号を何メーター巻けばいいですかという質問に、対して答えてもね、実際のところがよくわからないまんま、海に行っちゃうってことになっちゃうのね。はい。これが一つと。うん。ああ、なるほど。深溝と赤溝と浅溝とあんのかと。しかも、そもそものスプールの直径がこんなに違うんだと。うん。で、スピニングのようにわかりやすく2000番、4000番というふうに分けてないんだね。分けてないんだよ。スティーズ、って書いてあるだけだよね、一つは。今見せた中でも、スティーズ。SVTW って書いてある。で、次が、スティーズ CT って書いてあるんだよね。うん。で、次が、スティーズエアーって書いてあるんだよね。2000番も4000番もクソもないよね。スティーズしか書いてないんだからね。アルファスでも一緒よ。アルファス SVTW というのと、アルファスエアーと。どっちが2000番でどっちが4000番なのみたいなことになっちゃうよね。わかんないよね。うん。だから、ベイトの場合は自分が望む釣りをする機種のスプールの大きさはどうなんだということを、ホームページでちゃんと見なきゃならないの。うん。それが36パイ。でかいやつね。36。こんなのね。僕はブリ、青物とかさ。うん。サワラとか釣るときに使ってるやつなんだけど、36パイだ。で、34、32、30、今28まで出てるな、ちっこいのがね。はい。リール本体の大きさも違えば、スプールの大きさもバラバラ。リールの本体の大きさはそのままで、スプールのサイズだけがこまめに違ってるようなやつ。ね。で、同じアルファスボディでも、ボディは一緒なんだけど、スプールが、30杯のやつと28杯のやつがあったりする。で、挙句に、
そこに深溝と浅溝があるってことなのよ。これはメーカーさんの既製品の話じゃなくて、サードパーティー。ね、つまりその、スプールだけを作ってるようなね、メーカーさんのスプールがなんかフィネスでめちゃくちゃ軽いのが投げやすいって友達が言ってたから買いました。って言ったらもう違ってたりするわけね、その溝の深さから何かがね。だからそこに対して今度はそのホームページなんか見るとね、糸巻き量がはっきり書いてあるわけですよ。ね。ちょっと見てみましょうかね。はい、失礼しました。改めて、スティーズ SVTW ね、説明してました。で、これをスペックの方までずっと降りてってね、こういうのをね、しっかりね、見る癖つけてください。ここ。スプールの直径が34ミリですよ、と。これが34ミリですと。で、次の、幅に書いてあるの24。これが、ここの幅が24ですよ。34ミリに対して24ミリですよ、という。ね、スプールの寸法がこう書いてあるわけです。当然のこと。で、径が34。これのことを34パイとか32パイとか、そういう言い方してるんだ、というふうに、ね、頭に入れておいてください。で、このノーマルの34パイにどれぐらい糸が巻けるかしたらね、ここがね、見にくいんだけどね、どうしてもポンド表示で、号数の表示じゃないので、これちょっとね、号に換算してみな。これナイロンで書いてあるから、ナイロンの14ポンドから35ポンドって書いてあるよね。で、1号がだいたい4ポンド計算なので、ね、四股36。要するに、35ポンドっていうのは太さで言うと9号糸なんです。9号。合ってる？シック36合ってるね。35ポンドって言ったら大体8号、9号の糸の太さなの。8号、9号を70メーター巻けますよっていうスプールなんだよ。いっぱいいっぱい巻いたら70メーター巻けますよと。8号が70メーター巻けるってことは、4号だったら、半分になっちゃうから、倍の150を巻けるってことよね。2号だと300メーター巻けるってことさ。そういうふうにものを考えて。次はじゃあフィネス機見ましょうか。アルファセイア TW。まあ、台湾の場合はこのエアーって書いてあるのがフィネス機なのでね。今度はね、この、スプールの径見てください。さっき34パイだったのが、こんな28パイになってます。で、幅も21ミリ。直径28ミリ、幅21ミリ。じゃあ、これに、どれぐらい巻けるかしたら、ここは、太い方で見ましょうね。8ポンド。つまり、2号。2号が45メーター巻けるスプールということをまず頭に入れてください。基本が。ね。基本2号が45メーター巻けるってことは、1号なら90メーター巻けるってことですよ。いっぱい巻いたら。ということは、0.85なら100メーター巻けるスプールということですよね。アルファスエアーだかね、これね。じゃあ、そこまでいっぱいいっぱい巻いていいのかって話なんだけど、ここはね、後でまた話します。もう一個見、ね、このまま見ていただきたいのは、アルファスエアーに続いて、月下美人エアーというのがね、新しく出たんで、そっちのデータをね、ちょいと見といてほしいですね。月下美人エアーの場合、月下美人の場合も、スプール径が28パイ。だから、アルファスエアーと一緒なんだけど、同じ28でも、ここの幅が違ったり、この糸巻くところのね、浅溝かどうかでね、ガラッと変わってくるよね。月下美人はね、アルファス A よりさらにナローになってるんですよ。糸を巻くスペースの幅がちょっと狭いの。このスプール全体の幅が一緒でも、ここね、ちょっと2段階になってたりするのね。
どんどん。要するに、実質糸を巻ける幅を狭くしてやるナロースプールになってるの、劣化美人が。だから、アルファスエアほどはたくさん巻けない構造になってるんです。基本が。はい。全部書いといてくれたらいいんだけどね。スプール K だけ書いてあって、スプールの幅が書いてないね。さっきまで書いてあったのに、なぜか劣化美人のところに書いてない。まあそこら辺ね、細かくちょっと分かれてるので、多分説明が無理だと思ったんだろうね。スプール K だけしか書いてないんだよね。で、推奨糸巻き量 PE で 0.65P が 50m が推奨糸巻きですよ。ね、限界は 0.65P が 100m ですよ。まあこの辺、限界で100。推奨は50。でね、よくよく見るとね、非常に重要なこと書いたんですけど、ここ、28π の G1 ジュラルミン製の PE 専用エアスプールっていうことでね、非常にPE ラインが扱いやすいスプール付けられておりますけど、PE0.65、50メーターですと。推奨糸巻き量が。で、PE1 号以上のラインや、または、10グラム以上のルアーのご使用は、このリールの適正使用条件を大きく超えますので、おやめくださいって書いてあるんです。こういうところをね、ちゃんと注意して、読んでおいた方がいいです。で、僕も実は今ね、手元に劣化美人のエアがないんです。持ってたんですけど、ほとんど使わないので、スタッフにね、譲っちゃって今手元にないので見れません。はい。とりあえずね、ちょっと、ホームページを見ながらのお勉強はここまでで、何を言いたいかなんですよ。うん。これを実際の僕たちのね、海の釣りに当てはめたときに、何がどうなっててどう違うのかね。初めての方はね、まだ今の僕の説明でもね、理解できないはず。わけわかんなくなってるはず。だから、細かいことはの除きますよ。さっきもね、ちょっとチャットの方を見たら、いろいろ教えてくださってる方がね、いますけども、そういう細かいことはね、細かい実態はね、例えばこれは、りょうさんか。大和さんはハーフラインも記載してくれてる、スプールに線が入ってるので、14ポンドで35メーターから70メーター負けますよという表記だと思います。というようなね、細かいこと、ありがたく教えてくださってますが、そこに行く前、まだ早い。そこまで考えるの前、早くって。それ以前の非常に重要なことがあるので、そこをね、なんとか今から分かりやすく説明できたらなと思います。ちょっと一息つかせてね。日々ね、毎日のように、来る質問箱の中で、何号の糸を何メーター巻けばいいのか分かんないというふうにね、来る質問が一番多かったんです。で、これに対する考え方。うん。これはね、バックラするからたくさん巻いちゃダメ、うんぬんかんぬんってのがよく目にします。で、それ実際その通りなんだけど、スプールにたくさん糸が巻いてやると、40メーターしか巻かなかった場合と100メーター巻いた場合じゃ、こう回転するので、重いほど慣性がつく。軽いほど慣性が低いわけ。ビューンと回ってたとする。軽いと、早く止まる。この軸に対して回っていくわけ。重たいと、いつまでも回る。俺がルアーをつけて、ビャーン投げる。ルアーをポチャッと落ちてんのに、こっちが重たいと、ルアーも落ちてんだけど、これだけ回っちゃうから、ブワーって糸が膨らんで、いわゆるバックラッシュという現象が起きるわけ。だからこれを少なく巻いておくと、それが起きにくい。バックラッシュしにくいよということで、フィネススプールの場合は糸巻き量をね、適正に少なくしましょうということが一つあるんだけど、ここでね、皆さん一つ間違えることがあるんだよね。1グラムでアジングをします。で、なんかベイトでやったら面白いとかみんなが言ってるから、つって、竿買って、リール買って、糸巻いて、40メーターとか50メーターがいいらしいっつって糸巻いていくんですよ。じゃあそこまでいいんです。でも、僕のところに来る質問で、と思うのが、投げるルアーが1グラムから、
5グラム、7グラムまでを投げようと思ってます。何メートル巻いていいですかって聞いてるんですよ。ちょっと待ってと。ね。1グラムだと、スピニングで一番飛ぶようにセッティングして何メートル飛びます？ 1 グラム。1グラムの受芸っていうのがアームさして、ね。ワームが 0.5 グラムぐらいですから、1グラムの受芸っていうのはワーム 0.5 を足して 1.5 グラムを、スピンがパーンフルキャストしました。細い糸で。そうね、モノフィラの 0.35 グラムで投げましょうか。舐めたと。1グラムの受芸っていうのはワーム。分かったことある人も結構、いるでしょ？ 20 メートル飛ぶ。飛ばないよね。15とか18とかしか飛ばないよね。1グラムだと。これが 1.2 グラム、1.5 グラムぐらいだと、なんとか20メートルぐらい飛ぶよね。ところが、質問者の方によくあるのが、1グラムから5グラムぐらいを想定してますと、キャストウェイトが。0.35 とか 0.45 で5グラムをフルキャストしたら何メートル飛びます？ここ考えてよ。まあ、単純にしましょう、話を。1グラムで10メートル飛ぶと思ってください。ね。スピニングでもベイトでも1グラムで10メートル飛びますよ。上手にセットして上手に投げれば。1グラム。1グラムで10メートル飛ぶんなら5グラムで何メーター？ 50 メーターでしょ？楽に飛ぶでしょ？うん。そこへ糸が50メーターしか巻いてなかったらどうなるって話をしたいわけ。そこまで、構造と実際の海で使うときの使用条件とに、まで、なかなかその、頭の中で組み立てがね、うまくいってないなぁと思うご質問が多いわけですよ。うん。あ、そうか、と。1グラムなら15、糸って最低20メーター巻いときは釣りになるな、と。20メーターが無理でも30メーター巻いておけば、ね、半分の15メーター使っても、あとも15メーター残ってるから、水平に15メーター飛んで、だそこから沈めていくから、プラス5メーター、15メーターいるとして、30巻いてりゃギリ釣りできるね、と。でも30メーターしか巻いてないスプールで5グラムを、ね、わあ、ナブラ出たみたいなね、なんか知らないけど、ガバガバって、あっこでやってる、距離が30メーター、40メーターだと。あそこは1グラム結んでたけど、いや、届かないからって、急いで5グラム結び替えて、ビョーン投げた時どうなるかって言ったら、もう、全部糸なくなって、ブトーンっていっちゃうよね。もしくは、ようやく届いてもそれがシーバスでジーって持ってかれて、ね、4、5メーター糸引き出されたらもう、スプーで糸がドンつけていっぱいいっぱいでプチッ。ってことになっちゃう。こういうことが一つあるわけ。こういうことがね。だから、それが一つの条件。その1グラム投げようとすると、糸を100メーター巻いたら、スプールが重くなって、キャストした時にバックラッシュして、そもそも釣りができないから、糸巻き量を4、50メーターに抑えましょうっていうのが、ピネス機の、形なのよね。だからさっきホームページ見ても、0.65 が50メーターっていうふうに書いてあるでしょ ?0608 が50メーターが、推奨糸巻き量ですよっていう。だからね、割り切りが必要なのよ、スピニングタックと違って。スピニングの場合は、2000番であっても100メーター巻くことあるでしょ？特に PE 使う方。ね。で、現場に行って何が起きるかしたら、0.35 の PE で、あ、今日なんかアジがめちゃくちゃいるようだからアジ釣ろう。1.5 グラム結んでた。最初メバルのつもりだったから。入れてみた。で、なんか釣れにくい。で、隣の友達はボンボン釣ってる。なんで？って聞いたら、あ、今ね、0.5グラム使ってんのよ。あ、そうか。0.5グラムだから釣れたんだ。1.5 だから釣れないのかなって。0.5 グラム結んで投げます。あ、釣れた。まあ、これいいよね。普通にあることだよね。で、1.5 グラムで釣れれば、それはそれでいいよね。でも、さっき言ったように、沖の本流でパカッパカーとボイルして、どう見てもあれでっかいメバルだぞとかいうのがあるわけ、僕なんかプスってて。で、そこまで距離が50メーターんだよ。で、そこへ投げようとすると、5グラム、7グラム投げないといけないよね。あるいはフルキャストして、20メーターのボトム取って、そこでボトムワインドかけたらでっかいメバルが出るよっていうロケーションのところで、もう、使えるよね。
さっき言ったでしょ、100メーター巻いたんだよね。0.35 が100メーターとか、150メーター入ってんだよ。そのスプールで 0.5 グラムでアジングもできるんだよね。で、7グラムの作品と D つけてボトムワインドをやろうと思っても、150メーター巻いてるからやれちゃうんだよね。ところが、ベイトで、アジングもやるし、まあ、カサゴもやるから、なんか見てたら月下美人のエアーがいいって書いてあったから、それにしようとして買った人は、下の釣りはできるけど、上の釣りができない。ここがね、概念というか観念にないわけ。うん。だから、ベイトの場合はスピニングと違って、そこの割り切りが必要なんです。1グラムしか投げない設定のスプールと、1グラムしか投げないんだから、50メーター巻いてりゃ足りるわけ。だって20メーター飛ばないんだもん。で、1グラムでバックラッシュしないように40メーター、50メーターに糸巻き量を抑えたスプールが1個と、いざ何があってもいいようにたくさん巻いたスプールね。巻いた。これはまあ、スプール自体が違うんだけど、これは、200メーター巻いてんだよ。0.655。うん。同じ径じゃないんだけど、ね。同じ径であっても、ま、糸を太くして、しかも量も巻いてる場合、糸はその、太さはそのままだけど、量だけ多い。というふうにね、ベイトのライトゲームにおいては、どうしてもその自分が投げるキャストの基準に合わせて、スプール、替えスプールを用意しなきゃならないというのがね、ちょっとめんどくさいんだけど、バックラッシュっていうのがね、どうしてもスピニング、ベイトの場合は付き物なので、そこが必要ってことですよ。スピニングじゃいらなかったことが必要になる。邪魔くさいっちゃ邪魔くさい。ね。で、この辺が、理解できてない質問っていうのがね、一番多かったかなというのがね、今年になってから今日までのね、間の、一番多い質問だったような気がしますね。うん。ちょっと理解できたかな？うまく喋れてないね、今日はね。なんだかね。いつものように、こう、キレのいい説明がね、わかりやすい説明ができてない。それだけ難しいんだよ、説明が。幅の狭いスプールと直径が、大きいものと、ちっちゃいものと、幅が広いものと狭いものと、ここ巻いてある軸が太いものと、ね、浅溝と深溝と、ある。それに勝てて加えて、1グラムと10グラムでは、もう、糸巻きの量を変えないと、投げれないんだ、ベイトリールは。バックラすんのよ。ね。10グラムに合わせた糸巻き量で1グラム投げようっていうのはもう無理なの。だから、はっきりしなきゃならんということ。で、ここで一つ僕のアドバイスなんだけど、1グラムを投げたい人は、上は3グラムだと思って、0.5 グラムを投げる人もいます、ベイトでね。最近だったらクリアブルーさんのね、アジング専用のベイトロッドを買って、それに月下美人にエアを入れてアジングをやると。そうすると、やっぱり 0.5 グラム、0.6 グラムっていうのはどうしても投げたくなるじゃん。ね。そうするとね、糸巻き量ってほんと30メーター、40メーターよ。となると、上は3グラムでももう無理なんだよね。だから、0.5 グラム投げようとするなら、もう2グラムまで上が。で、糸巻き量は3、40メーター。というふうに割り切らないとだけ。でも、その1台しかない月下美人エアで、メバリングも行くんだよって、うん、なった時に、友達がメバルプラッキング行こうや、ベイト持ってこいや、持っとるやろうか、みたいな、ああ、あるある、それ持ってこうって行く時に、これ糸巻き量が30メーターだと足りないよね。なぜなら、ね、メバルプラッキングで5グラムとか7グラムもあるルアーを投げることだって当然出てくる。そうすると4、50メーター飛んじゃうからね。下手するとね。あと、チョールに引っ張られて糸出ていくとかね。うん。無理でしょ。だから、替えスプールがいるんですよ。結局、0.5 グラムとか1グラム投げるんだったらもう、マックスが2グラムのセッティングのスプール。で、それ以上のところはね、下が2グラムでいいと思う。下を2グラムに照準を合わせて、上が5グラム。2グラム、5グラムのセッティングのスプール。で、次が3から10。
その上が5から15。で、できればリール2台持ち。一番、フィネスなリールは月下美人エアだとすると、次は、アルファスエア。ね、僕と地球さんがね、アルファスエアを使う頻度が非常に高いのは、まあ、そこそこ幅が広いからなんですよ。やれるロケ、ウェイトのね、幅が広めです。で、僕もそうなんだけど、地球さんもほぼほぼ同じ見解に至ってくれてるんですけど、僕たちが割合アルファスエアを押してるのは、2グラム以下の釣りを捨ててる。2グラム以下の釣りをこれでしようと思ってないから、最初から。2グラム以上なんですよ。2から10まで。のつもりで、僕たちはこの糸巻き量であるとか、ブレーキのセッティングなんかをね、やってます。で、なおかつ地球さんはこのスプーンのブレーキシステムをちょいいじってですね、2グラム、10グラムのセッティングで、なおかつフルキャストした時の収束が落ちないように、最後の距離がもう一伸びするような、で、なおかつ、バランスの崩れたようなキャストでもバックラッシュしにくいためにどうするかという研究をね、この2、3年ずっとやってね、ほぼほぼ完成にまで至ってるんですけど、もう一回話をすると、僕や地球さんのソルトのベイトフィネスのあり方っていうのは2グラム以上の10グラム以下という形で全てのセッティングを行うんです。サビア使って、サービーを使って、エルセーラ使って、アルファスエアを基準にそういうセッティングをしていくんです。で、僕なんかは、もうちょい上のも使いますね。もうちょい上っていうのがスティーズ CT。これの場合はもう2グラム投げる気、さらさらありません。僕がスティーズ CT を使うときは、ギリギリで3グラム。でも普通は5グラム。5から15グラムを投げるセッティングで、スプールも糸巻きもね、用意します。だからこっちは15グラムでも20グラムでも投げるつもりがあるので、だからボディもスティーズの CT 使うんです。はい。だからこっちには 0.8、0.65 を、200メーター入れてます、僕ね。なんで200メーター入れてるかしたら、イカ釣りまでするつもりだから、これで。沈めるじゃん、50メーター、80メーターね。で、軽いものを投げるつもりがないので、糸巻き量を少なくしてバックラッシュを防ごうなんていう必要性がないので、どこまで負けて、最低5グラムでバックラなしで投げれるかなっていろいろやってみたら、僕はね、僕はなんだよ。200メーター巻いてもバックラッシュしないのが分かったから200メーター巻いてます。まあ、この辺はね、ちょっと個人差があるって話になってくるんですけどね。これ以上また詳しいことをごちゃごちゃ喋ると余計わかんなくなる可能性もあるので、ひとまずここまでね、しますね、お話をね。まずね、浜名さんね。月下美人エア TW とスティーズ CT を使い分けてます。あ、いい組み合わせですね。この時期はスティーズ CT に P1 号で小旗ゲーム。そうそう。カサゴゲームとかね、小旗ゲームになるとね、やっぱ P1 号欲しいよね。うん。これは僕も一緒。地球さんも多分一緒じゃないかな。僕もこの夏時期はだいたい P1 号です。細くて08。で、アジングとでどうしてもベイトでアジングやろうとなると、そうだな、今のところ世の中にあるね、ベイトリールで、つったらやっぱり月下美人エアが一番見合ってんのかなと思いますよ。もうそこへね、的絞って作られたリールなのでね。だからそこの使い分けした方が早いっちゃ早いですね。ノアリオさん。ノアリオさん。うん。インテル64には月下美人 TW。月下美人 AI ってことかな？だよね。月下美人のベイトリールって、月下美人エアしかないよね、確か。僕、月下美人ほとんど使わないんでね。今一つ分かってないんだけど。月下美人 TW サビアにはスティーズ。あ、インテの64に月下美人使ってるよ、ということね。で、サビアにスティーズ CT ね。なるほど。
なるほど、なるほど。理解できました。多賀正人さん、サービオにアルファスエア TW、P08-70m。うん。サービオにアルファスエア、P08-70m。うん、いいと思います。ほぼ僕も一緒。サビオには大、P0870m。うん。そうだね。で、サビアで P15 使うことが多いね。僕の場合はほとんど CT 使っちゃうね。そういう時はね。15グラムぐらいまで結んじゃうんで。ガランペイロにはスティーズ A の TW にね、P25200m。いい。そうそうそう。こんな感じです。はい。NG4 さん。シルバーウルフがとても気になっているんですが、ミドゲーに使うにはどう思いますか？シルバーウルフってね、まさしくミドゲー用のようなセッティングだと思うよ。まあ、対象魚がチヌでしょ。もうもろにチヌリールだからね。で、チヌってあんまり太い糸で釣りたくないよね。2号とか。それつまんねえよね。やっぱ P のね、06とか08ぐらいで釣りたいよね。で、ある程度飛距離も必要になってくるよね。だから、僕はまあシルバーウルフ持ってないんでよくわかんないけど、多分32倍とか、ね。ある程度あって、スプール幅も広くて、たくさん巻けるようになってるんじゃないの？うん。だけど、細い糸を使うよ。ということで、ミドルゲームにはすごく向いてんじゃないかと思いますけどね。ちらっと見てみますね。今、ページ開いてるんで、シルバーウルフ。前見たときにね、ざーっとその辺見て、あ、なるほどね、と思ったんで、チヌメインだっていう人がいらっしゃったので、そりゃシルバーウルフがいいんじゃないですかって、やっぱり専用機は専用機なんでね。うん。あった。シルバーウルフはね、34杯だよ。でかい。34杯で、06を、0.6 が180メーター巻けるなってるね。0.85 で150メーターね。だからね、まさしくミドルゲーム用だよ。と言っていいと思うよ。100メーター以上巻けないとね、もっとミドルゲームって釣りにならないよ。深い。飛距離もある程度出しちゃうし、ミドルゲームっていうぐらいだから10グラムは普通に投げるし、まして、ベイトタックルの方つったら10グラムじゃ収まんないよね。15とか25とか。僕なんかミドルゲームで釣り行っても35グラムの謎ジグ投げることあるからね、ベイトで。そうするとね、馬、長い竿でフルキャストしたら100メーター飛んじゃうんで、最低でも150メーター巻いときたいよね。うん。はい。ということで、非常に向いてると思います。ゴールデン、白熊さん。うん。この度スタッフの田中さんにアドバイスをいただき、ガレンペイロを購入します。ありがとうございます。この年ですので、私の大半吉日にフィッシュインでポチります。ありがとうございます。釣り道具屋さんの販売員さんに聞くより、作り手さんの意思を直接聞ける御社の体制に感謝します。神戸で触ることのないロッドですが、神戸で置いてるお店ないですか？神戸ポイントさんなかったっけ？ポイントさん置いてあると思うんですけどね。丁寧な対応していただけるスタッフに感謝。モッキーありがとう。はい。よろしくお願いします。りょうさん。りょうさん、自分も極軽量リグ用アルファスは50メーター巻き。一番多く使うアーブのベイトフィネスリールに75メーター。一つ分けて、場合によって変えてます。ですね。だから、これはアーカイブでね、ご覧になられてる初めての方。ね、もうここまでで随分参考になられたんじゃないかと思いますけど、割り切りと使い分けが必要。ね。はい。50メーターしか巻いてないスプール、100メーター近く巻いてるやつ、150メーター巻いてるやつってね、だいたい同じリールでも3段階ぐらい必要じゃないかぐらいのね、大まかな気持ちでおられた方が、いろいろと釣りはね、しやすくなります。EX さん。サビオかサビアを使うときは月下美人とアルファスのエア TW。それぞれ糸巻き量を変えて両方必ず持ってきます。はい。皆さんそうですね。もうよくわかってらっしゃいます。変わった態度さん、僕のベイトフィニッシュはサビアにシマノの SLX DFS です。樹脂によって糸巻き量を変えてます。エバルプラッキングは50メーター。そうね。ネバルプラッキング、僕の場合はね、
メバルプランキングではね、8グラムぐらいの、シンキングペンシルも投げるので、50メーターで足りない。足りない。僕はもう100メーター巻いてます。ネバルプラッキングの時は。まあ、この辺はスタイルの差なんでね。カート態度さん、PE は08から15。自分の糸巻き適正量を確かめるために、海へ行くごとに何度も近くの野池で試し投げに行き、糸をたくさん消費しましたけど、良い学習費用になりました。あ、ここまででね、今日初めてご覧になれてる方に、もう一度念をしておきます。この、もうすでにね、ソルトのベイトフィネスやってる方のチャットを今読み上げてますけど、0.55 以下の話、一度も見ないでしょ。一番下で 0.55 ぐらいしか出てきてないよね、今のところね。ほとんどの方が 0.65 から15の話してますよね。フィネスなのに。ここ重要ですよ。ベイトタックルって、糸を細くしても飛距離変わりませんからね。ほとんど変わんないよ。0.35 と 0.85 の PE を入れます。僕実際やってみたからね。こういうフィネスリールね。0.35 を入れたものと同じリールを何台も僕持ってるんで。こっち 0.35。極端な話で、こっち15。ね。で、例えば3グラムを投げたら、ほとんど変わんない。1メーター変わるか変わらないか。だから、スピニングと速がね、大きく違うので、まず、そこは頭に入れて。うん。飛距離変わんないんだったら、強い方がいいよ。フック伸ばして回収できるよ。根掛かりしても。で、ただ、そこでね、邪魔するのが、糸が太くなったら釣れないんじゃないかっていうね、錯覚。いや、釣れる。アジもメバルも、ナイロンの3号糸、4号糸でも釣れる魚です。だから、細くするってのは、リグが軽いから細くするんだからね、スピニングで投げるとき。0.3 グラムをスピニングでキャストするのに、1号糸じゃ飛ばないから。ね。だから 0.2 号とか 0.3 号使うわけでしょ。うん。だから飛ばせるんだったら別に細くする必要は基本はまずないよね。あとはまあ、潮の流れを受けるとか受けないとかね、いうことなので。だからまあ、アジングの場合ね、ちょっと違う部分もあるので、一概には言い切れない部分もあるけど、アジングを除いたら 0.55 以下にする意味はほとんどないと言い切ってもね、いいかなと思ってます。とすると、長かりしてもフック、ライトゲームだったらフックを曲げて回収できるぐらいの強さあった方がいいよね。僕はそうしてる。だから、だいたい 0.85 か1号なんですよ。メバリングするとき08ぐらいです。06にすることすらあんまなくなっちゃったぐらい。ベイトでやる場合はね。08でリーダーが2号3号なんで、ライトゲームルアーのフックをほとんど伸ばして回収できます。はい。野田がさ、ベイトフィネスを購入したいと思ったきっかけは、ジェイド SP や SPM55 を潮流に差し込む釣りがやりやすそうだったから、買ってまず庭でキャスティング練習1ヶ月。最初はクラッシュを繰り返して、セッティングやらキャスティングスキルを煮詰める日々、ベイトは練習はのみ。今では、デイでのワイドゲームから、ワイドゲーム、ワインドゲームかな。デイでのワインドゲームから、アジングからスピニングの出番が減ってる。まあ減りましたね。僕もすごく減った。うん。ひろきつさん。今日は初めてサーディアにアルファスエア、練習用ナイロン2号巻いて練習しました。あ、いい。ひろきつさんいいよ。ナイロンの2号っていうところがいいね。そう。バックラッシュするので、どうしたって。そうするとね、細い糸だとね、すぐ練習できなくなっちゃうんだよ。だから、膨らみにくいナイロン糸ね、フロだと、こう、よれがつきやすいから、よれのつきにくいナイロン糸ってのは、ナイスだし、2号という太さもね、練習するときはね、一番ナイスだと思います。いくらフィネスだからといって、糸を細くする練習、しての練習っていうのは、ほぼ無意味なんで、この辺はね、すごく僕いいと思いますよ。参考になりますよ、これ初めての方。もう一回読みますよ、初めての方。聞いといて、ひろきちさんの。今日初めて、アルファスエア、フィネス機ね、に練習用でナイロン2号を巻いてますっていう話。これはね、
初めての日はね、これぐらい極端なことやった方がいい。そうしないと、そもそもバックラッシュしないようにするためのブレーキセッティングがどうなのか、投げる上とかどうなのかのね、この関係性すらね、つかめない。もうバックラッシュする、こんなんならほどけない、糸細い切れた、わーなっちゃって、もういいよ、メルカリで売るわーみたいになっちゃうの。だから、2号で練習いいと思います。すごく、ナイロンで。チャンカワさん、ベイトビネスは15年前にバス釣りしなくなって、数年前にソルト始めた自分には、浦島太郎でした。ああ、15年前のね、バスのベイトフィネスとね、今のソルトのベイトフィネスってのはね、あんまりでも世界観違うからね、本当に。バスのベイトフィネスって僕らにとっちゃフィネスじゃないから。バスのベイトフィネスって、例えば、ジグヘッド5グラムでフィネスって呼んでんだよね。バスのベイトフィネス。5グラムの、いやいや、5グラムもないよ、レオさん。1.5 グラムとか2グラムぐらいのジグヘッド使うんだよ、バスだって。あ、そう。でもそこにつけるワームが5グラムありませんかって話なんだよ。だから、平均的な話をしてんの。ね。総重量8グラム、7グラム、8グラムぐらいになっちゃってんの。バスの場合ね。それを、一般的な、ベイトリールで投げると投げにくいからフィネス機で投げましょうっていうのがそもそもベイトフィネスの発想なので、僕ら、ソルト、ライトゲーマーが望むフィネスっていうのは、もう一段階下なんだよね。2グラム、3グラム。総重量で2、3グラムを投げましょうっていうので、やっぱり、ね、バスのフィネスの概念とは、ソルトのライトフィネスの概念は違うと思ってメーカーさんにはものづくりしてほしいなと思いますね。まあ、ダイワさんが今そうなってきてます、どんどんね。月下美人エアなんかがまさしくそうです。ひろきさん、練習しないと実況では使えなと実感しました。そう。で、練習を楽しむ。とことん練習楽しむ。もうキャスト練習そのものが面白いっていうなったら締めたもんです。ぜひぜひね、練習そのものを楽しくやってください。りょうさん、シルバーウルフを使ってます。今日は、爆風の中フルキャストしてもトラブルレスでやりました。いいなぁ。何グラム？キャストウェイト5グラム以上は欲しいですが、それ以上は快適です。快適だね。下が5グラムだよね。ミドルゲームなんで、シルバーウルフ。5グラム以下はもう期待しない方がいいし、必要ないよね。5から20グラムだと思ってね、やればいいと思いますね。快適だと思います。ノアさん、アジングで月下美人エアを使用する際、PE はシンキングタイプが良いでしょうか？ご教授ください。まあ、シンキングの方が、味釣りやすいよね、PE の場合ね。どうしても PE の、なぜかというとね、軽いもの使うからさ。うん。この辺がね、結局アジングって言ったらみんな1グラム以下でした。ほとんどの方が。ね。で、重たくても 1.5 グラムぐらいだよね、アジングする方がほとんど。僕なんかね、3グラム、4グラムの使っちゃうんだよ、平気で。そうするとね、レオンさん特別な場所行くからよとかって言われるんだけど、いやいや、僕は地元、広島で、ね、広島、山口、愛媛で普通に3グラム使えますもん。うん。ワインドでやるから、僕は。うん。だからね、ちょっと参考にならないかもしれないけど、参考にしてほしいのは、みんなが 0.6 グラム使ってる場所で、僕は2グラム、3グラムのワインドで同じように、超過を出すってこと。ここは参考にしといてほしいなと思う。軽いのでやるのもうめんどくさいんだ俺最近ね。はい。うん。何の話でそうなったのかな？あ、シンキングタイプがいいかどうか。そうそうそう。なので、僕は重いものを使うので普通の P しか使いません。でも、1グラムとかそれ以下を、どうしたって P でやりたいときはシンキングにします。でないと沈まないんで、こうなっちゃうんで、ギュッと投げたら。水面を PE が張ってて、こういう角度になるから。で、巻くと、上がっちゃうんだよ、すぐこう。ルアーが。人が立ってるでしょ？水面落ちてって、ここでスッてボトムについてるわけ。こういう角度で。これを巻くと、こう上がっちゃうんだよ。ね。ところが、
まあ、フロールなんかだと、こう行ってるから、ここでゆっくり巻くと、こう移動してくれるのよ。ちょんちょん、ちょんちょん。こう上がらないよね。うん。まあ、その辺のね、そのロケーションと魚の位置と、どう釣りたいか、何グラム使うかということも踏まえてものを考えたときに、やっぱりアジングの場合はシンキング P の方が使いやすいのが事実だね。ノアさんが何グラムでやられるかわかんないんだけど、まあ、多分そうでしょ。プラグマニアさん、ゼノン LTX は LTX なのか。フィネスで全然使えますよ。30ミリで P15 は100です。あ、なるほど。LTX ってことは、あれかな、スティーズで言うと CT みたいな、考え方なのかな。フィネスってどれぐらいまでを言える方ね。こう、ベイト難しいとかがあってね。ノーマル機で1グラム投げれるよって豪語する人もゴロゴロいるからね、ベイトの世界には。僕が、これじゃダメですよって言ってんのは、あくまでもね、ビギナーさん対象で、喋ってますので、大変申し訳ないですけど、上手な方がやれますよっていう世界とはね、でお話ししていただくと、ちょっと困るんです、正直言って。うちのスタッフにも何人もいます。フィネス機じゃなくて、ノーマル機で1グラムを投げるとか、下手すれば 0.6 グラムを何メーター投げれたよっていうやついますので、まあこの辺はね、ベイトキャスティングってのは非常に技術が左右する世界なので、そこはちょっとなしにしてください。あくまでも、僕が発信する情報っていうのは、特にこのソルトのベイトフィネスに関しては、もうビギナーさん。で、買ってきたリールに言われた通りの釣り具屋さんが教えてくれた糸を巻いて、投げてバックラッシュせずに釣りができるかっていうところがね、一番重要なので、はい。そういう観点で、ものを見ていただければとお願いします。EX さん、ベイト始めたあっという間にロッドとリールがスピニングの数を上回ってしまいました。まだまだ物欲が止まりません。僕も右に同じ。はい。はい。ということで、今日はこれぐらいにしましょうか。ね、久しぶりに、ライブやりました。